こんばんは。しばしお待ちを。入院。よし。ツイッターに貼りました。前髪が迷子。前髪迷子になってるよね。こんばんは。こんばんはです。みんな一日お疲れ様でした。今日赤い、そう、赤い T シャツを着ていますそのままです。こんばんはみんな、一日お疲れ様でした。暑かったね。今日はお天気がまだ良かったけど、明日はちょっと崩れるみたいで。こんばんはです。今日は8時くらいから配信を始めるとゆい。ちゃんと8時くらいから始めました。こんばんはです。では、ただいま大富豪がイベント中なので、5プレイだけしたいと思います。少なって感じなんですけど、8時1分から入ります。今大富豪です。ちなみに今日は5分前です。8時2分、あ、もう間もなく8時1分だっけ、2分ってだっけ、1分に入ります。よし、ちょっと入ったら話さっと
あ、入りました。8時は会えそうじゃない？ 8 時台。あ、会えへんかった、誰一人も。あ、じゃあよ、お、3枚来た。3枚持ってます。あ、大富豪が渋滞してる。大富豪の人多いね。一緒だ。そんな3枚だし。わお。いや、あ、大富豪中って書くね。大富豪5プレイするの今日は。大富豪な。パス。お、大富豪です。今日はうっすらメイクをしているって知ってたかい？ちなみに、ちなみに、全然メイクしてないけど。あ、もうちょっとでランクアップしそう。ランクアップ、レベルかな。次は4分。あー、なんかギリギリのチェスだから5分にしよう。5分に入ります。5分だから、もうちょっと時間があります。あ、対戦ありがとうございました。あら、地下のカードじゃなかったけどね、ありがとう。わかりやすい表情。あ、ニジャナイアの動画が解禁されたのかな。動画、ニジャナイアの動画って何曜日だっけ。週末にいつも出るんだっけ確か。多分その感じ。あ、火曜日なんだ。今知る私。火曜日です。ニジャナイアの動画って面白いよね。なんか笑うもん普通に。あ、やばい、めっちゃフライングしちゃった。めっちゃフライングして入っちゃいました、ごめんなさい。なんかいつものベッドタイムと同じ感覚で入っちゃった、すみません。ちょっと一回プレイします。うわ、階段。一回追加で、確かに一回追加しよう。じゃ次が2プレイ目になるのか。ちょっと今ノーカンプレイしてる。うわ、なんかこの人のカード、ゆうちゃんが幼いぞ。なんかかわいい。あ、サンジャナヨのお便りはね、まだまだ間に合うので送ってください。多分ギリギリ直前まで間に合うと思うし、多分直前でいろいろ企画内容とかが発表されて、また送ってっていう
のもあると思うので、全然今からでもギリギリでも送ってください。全部届いてるので。あ、違うわ、収録か、収録だからダメなんだ。まだ間に合います、収録の日程。そう、金曜日まで多分間に合うので、お昼までかなってめっちゃ嘘ついた。そう、今週収録なので金曜日まで間に合うよ。送ってください。あ、階段できた、まあいいか。うん、早めに送ってた三吉さんがツイートしてたような気がする。よろしくお願いします。じゃあ締め切りは木曜日と思って、というかこの今配信を見ながら送ってください。あ、大富豪やった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 、送ってください。今大富豪中に送ってください。あ、質問に答えますスペシャル。そう、ジュイキちゃんが2人とも 初出演っぽかったので、見ながら、確かに先輩頑張る、頑張ってきます。次は9分目安ですが入れるかな。9分目標、いけるか。いけそう。さあ9分に大富豪で入るよ。2プレイ目、次は失敗しない。よし、今も大富豪です。入れ、今4分の3、あい、お2人近く来ると思いました。お、なんとですね、この方々はパラダイスと奇跡を持っています。パラダイスって10回目だっけ、10回会えたらもらえるんだっけ確か。うわ、でもちょっと手札は悪いですね、この感じ。対戦ありがとうございました。え、10回どころじゃないんだ。お、いいじゃんいいじゃん、お、いいじゃんいいじゃん。12、あ、今2プレイ目、次が3。さあ、わお、ただいま絶妙なカードしかなくて出せれないです。あ、ナイス。お、90日だって、めっちゃキリがいい数字。90日です。
お。あ、大富豪です。やったね。次は何分だっけ？さっき何分で入った？9分で入ったんだ。お、13分に入ります。あ、対戦ありがとう。こちらこそ。さあ13分。よし。なんか声が乾燥してる。乾燥してるぞ。ほい。お、一人です。ちかちゃんベイビー会えました。一人会えたん。確かに湿気が多い季節なはずなのにおかしい。うわ、なんか絶妙なカードだな。でも最近クーラーは寝る時も夜にタイマーしてるし、朝はねつけてなくて。みんな朝つけてんの？質問。朝起きてクーラーつけていますか？出勤前っていうのかな。うわ、やられた。あー、バス。あ、大秘密になりました。嘘やん。私は大秘密になったから会えるタイミングが増えたと思います。でも会えそう。確かに、せっかくジョーカーに2枚で持っててんけど、革命しようと思って待っとったら負けちゃった。まあいっか、みんなに会えるタイミングが増えそうなので。何分に入ろうかな。17分に入ります。え、2回目の対戦ありがとう。こちらこそ。
いるね、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 いるね。真剣。よし。会えそう。あ、お、二人。二人、チカちゃんベイビー。チカゴクルーです。もうチカちゃん、大富豪でチカゴ。チカちゃんベイビーって言いすぎてもう訳わからんくなってきた。あらすごい、みんなパラダイス持ってるよ。パラダイス持ってるよ。よろしく。次がラストかな。すごい賑やかですね。なんか出すねちょっと。うぃー。あ、びっくりした。あっ、危ない。不安定。ライトが。パス。こちら。3枚出ししたい。え、ホールケーキなんてさ、スタンプあんの誰？ホールケーキどういうこと？あ、あやか？あやかかな？ホールケーキっていうスタンプ。絶対みんな大変じゃん、こんなスタンプをしてたら。手使えるからいいよ。しかもさ、地下のスタンプじゃないっていうね、みんな押しまくってるスタンプ。お、下克上。これは忖度だな。ありがとう紳士たちよ。大富豪になりました。優しいジェントルマンのおかげで。めっちゃ強いカード持ってるもん。あ、あやかなんだ、ホールケーキっていうスタンプ。次は何分にやろうかな。21分かな。21分に。ラスト大富豪、本日のラスト大富豪です。お、ランクアップ、ランクアップ。何分だ今。21分、まもなくラスト。ランクアップおめでとうのチカちゃんの声好き。え、言ってんねや。あれ、なんか自分の声恥ずかしくて出してない。だって18歳の時の声だもん。よし、さあ会えるか。お、一人近く来るに会いました。順調順調順調。さあ、
か絶妙なカードだぞ。大富豪とはいえど、お、階段階段。そうだね、大富豪は18歳の時ぐらいか、だからもうリリースして5年とか経ってるかも。あがり、余裕余裕、恥ずかしい。みんな聞かなくていいよ、声は恥ずかしいから。お、3枚出しナイス。どうしましょったらどうしましょう。うわ、いろいろと狂った、私の作戦が。本当はこれを出して革命をする予定だったけど失敗。あ、下克上された、おめでとう。ミレー推しのあなた、おめでとう、おめでとうって。めっちゃ好きやでってサービス。はい、優秀な美ではございませんが、失敗が成功のもとで。おしまい。まあみんなに会えたからいいや。よし、じゃあ今日はね、昨日インスタのストーリーで質問返ししてて、それの読めなかった文を何個か答えられたらなと思って。ね、リーダーお疲れです。服についた青いシミは取れましたか。あ、これはみんなに多分スキンメールかな、でシミの取り方、なんか洋服にちょっと汚れがついて取り方を聞いて、まあ綺麗には落とせなかったけど、まあ、ちょこっとは落ちました。いろんなね、みんながメールで送ってくれたり DM とかでも送ってくれて試してみました。まあ一番は汚さないことが一番なんですけど、ありがとう、教えてくれて。いろいろ難しいね、でもなんか細かくさ、なんつけてとかさ、なんか苦手。細かくなくて苦手だから、汚そう洋服は基本着ないし、基本汚さないことに頑張ります。あ、ちかちゃんが大好きですって、嬉しい。あーね、バスケね、たまにテレビでちょくちょく見かけるけど、めっちゃ盛り上がってるよね、スポーツっていいよね。バスケ苦手だったな、でもだ、あの学校の授業でさやるけど難しいよね、しかもルールが難しい。あれかな、それこそちょっとそこまでで、彩香と行った時に、取材で行った時にバスケがリフレッシュの方で、久しぶりにバスケしてんけど難しかったもん。しかも何歩歩いちゃダメとかあるじゃん、難しかったけど、でも楽しいよねするのは。北海道ではジンギスカン食べれましたか。ね、ジンギスカン食べれんかって、23年間で1回もジンギスカン食べたことない気がする。ジンギスカン食べたかったけど、なんか調べたら名古屋にもお店ありそうだったから、そっちでリベンジします。多分ラム肉好きで、ラム肉癖ある系多分食べれるっぽくて、自分がラム肉食べれそうって思ってるので。でもそれこそチカのインスタに上がってるつくねの写真みたいなやつが、あれがラム肉のつくねで、普段のつくねってさ柔らかくてっていうイメージが強いねんけど、こ
今回食べたラム肉のつくねは肉肉しくて硬くて、なんだろう、ジューシーっていうよりは肉を感じる肉で美味しかったけど、めっちゃなんていうの、筋があってね、切るのが難しかったけど美味しかったです。あやめるからお土産の催促あった？あったよ、言われた、会った時に、え、ちかちゃんお土産みたいな言われてあみたいになって、でもファンの人がコメントで、ちかからお土産あるよっていうコメントと、ないよっていうコメントが2つあったらしくて、どっちがほんまっていう風に本にはなってるらしくて、まあ一応あるよって言ってはいます。さあ果たして私は何を分けるのか、皆さんお楽しみに。これが綾香との面白いエピソードえ、でね、ぶっちゃけ栄のセントラルパークに北海道のお店あるんやけどねって、えーってなった。あるんだ、売ってる、なんかロイズのチョコのポテトチップス的なやつとかバターサンドとか売ってるの。売ってるんかい、買い買い。あ、ファンの人も、僕らも締めパフェしたよ、いちごとアールグレイティーゼリーのパフェ美味しかった。おしゃれすぎんか、味が大好きだよみーも。あで、公園見に来てくれた人が、久しぶりに会えて嬉しかった、ちかこがいるからいつも頑張れるよ、なんて嬉しいこと言ってくれるんだい、ミートゥーですよこれ映画マイエレメント気になってるちかちゃんですか。はい、そうです。くるみんってエス公演アンダーで活躍してるよね、めっちゃ頑張ってるので報われてほしいね、いつもくるみがありがとうございます。11期生の子たちに、今15人だからね、チーム S が基本劇場公演は16人だから、1人が絶対に助っ人というかアンダーが必要になっちゃうから、研究生の力を借りて、でくるみもね全部午前公演出ててすごいよね、本当に偉いし上手、ダンスいつも11期生のみんなに助けられまくりのチームです、ありがとう数日後に誕生日なんですが、自分にプレゼントするならちかちゃんはどんなものを選びますか。お、自分か、美味しいものか、何が欲しいんだろうね、リアルに。チカが言ってるのは今家電が欲しい家電が欲しいけど、まあ、洋服なりなんだろうね、まあ、でも誕生日ってさ、一番はさ、まあ、すごいあの模範解答みたいな回答しちゃうんですけど、一番はね、お母さんに感謝する、お母さんお父さんに感謝するのが一番だから、プレゼントを渡すってのって自分じゃないんだなとは年々思っちゃう。自分へのプレゼントは結構近い、お仕事で夢が叶った時とか頑張った時とかに買いがちかな。100点満点です、見買いがちなんですけど、ちょっと自分に甘々なので、美味しいものは食べがちですね、何か断るごとに。例えば今日2回公演頑張ったとか、そういうので食べちゃいますねだから自分への誕生日プレゼントはあんま買わんかもね。人にはねだるけど、一番は感謝する相手は自分の両親だから、両親にいつもありがとうってちゃんと言って、恥ずかしいけど言って、まあ親へのプレゼントも親が物欲ないからあげることはないねんけど、いつも結婚記念日にね、ケーキを、顔つき写真のケーキを送るのをなんか定番化してるかなって感じです。すいません、なんか
いいこと言っちゃって。あー、人への誕生日プレゼントは買わなさそうなのあげるって決めてる。確かに確かにそれもいいね。でも最近は聞きがちだな、何欲しい、どういう系が欲しいとか、逆にいらんの何って聞きがちかも。もらって難しいよね、誕生日プレゼントとか人に贈り物をするってなった時とかは。でも楽しいよね、その時間って。もうすぐ名古屋での生活が10年になりますが、改めて名古屋の気になっている点を教えてください。程よい混み具合と好き具合、お店の混みすぎず、でも別に好きすぎてもないし、並んだとしてもめちゃくちゃ待つとかはないしっていう、そのなんかちょうどいいところかな、個人的には。あとなんか流行がねちょっと遅れてくるのだけもうちょっとタイムリーに来てほしいなっていうのはあるけど、逆にちょっとその熱が落ち着いた頃に来るからこそのその混み具合なのかなって思うから、ちょうどいいの。あと物価系安くない、家賃とかも、家賃とかだね。え、いいとこだよ名古屋って。しかもちょうどいい場所が、場所もちょうどいい、真ん中だからさ。まあだから名古屋飛ばしとか言われちゃうけど、大阪からも近いし東京からも近いし遊びに来やすい。だって大阪からさ東京まで行くのに新幹線で2時間半乗ってるねんけど、それがさ東京からだと、名古屋からだと1時間半で、早くない？あっという間、映画1本見れへんもん。そう、都会すぎず田舎すぎない。へえ、名古屋の家賃や安いイメージだけどね。リニアもできたらね、また熱々だねそう、関西もね近いから大阪でよかったなっても思うもんな。じゃあみんなが思う名古屋のいいところはどこですか？でもその良さって住んでみないと分からへんところもあるかもね。だしやっぱ名古屋に観光来た人が、え、めっちゃ名古屋って観光地あんじゃんとか言われる。来ないと分かんないけど、多分行こうって思うまでのなんだろう、きっかけが必要なんだろうね。 SKE いるじゃん。そうだ、 SKE 劇場へ行こう。ねえ、好き合うとこだ。あ、ちかちゃんに会えるところ。それな。え、まあ観光名所もね、少ないかもだけど、いっぱいあるよ、いろいろ。まあ一番は好きがいるとこだね。あ、買い物がもっともっとできる。確かにそれはそうかも。名古屋市で終わらせれる。名古屋に住んで栄がほんまに栄えてるの初めて知った。そのままじゃない、漢字の通り。あ、レゴランド、ジブリパークもあるし、スカイエキスポでのイベントもね多いしね、最近増えてきたし。栄の観覧車は屋上にあると思ってた、まさか壁とは。でもサンシャイン栄ってめっちゃ目引くよね、場所めっちゃいいよね。あと島もあるしね、フェリー乗っていけばいっぱいあるよ。食べ物も美味しいし、カフェも増えたし。あ、地下街ね、涼しい、遊びに行きやすい、いっぱいあるじゃんね。面白続いて、昨日S 公園に行って改めて今のチームエステ素晴らしいなと思いました。これからも応援します、よろしくお願いします。嬉しい、そう言ってくれて。 S 公園今月少ないからな、久しぶりに会いたいな。会いにおいで、思ったらすぐ
あ、今大富豪してないじゃん。誰かとテロップ変えなって言ってパーク会遊びにおいでにしよ。おいで。おいで。あ伸ばし棒よし。え、言ってくれてた？ごめんね。あ、そう、モーニングがあるから朝から活動できるっていう、それもいい。見てなかった、すみません。あら、僕が大学4年間ずっと踊っていたチームが年間のど祭り大賞を もらいました取りました。素晴らしい。ど祭りやってたよね。暑い中みんなお疲れ様でした。17日のトーク会遊びに行くことにした。緊張するよ。何話そう。お、17日は、スカイエキスポなんて片言になった。そう、今16日17日のトーク会が受付中です。いっぱいあるじゃん。だって話すこと結構久しぶりじゃない。トーク会も久しぶりだし、サマーツアーもあったし、劇場公演もあったし、もろもろ話題はいっぱいあります。お待ちしています。みんな受付中です。16日は浴衣姿の一緒に浴衣デートしに来てください。もちろん17日も久しぶりに私服なので会いに来てください。あ、りょっちゃんに会えた。僕日曜日に会ってきたよ。なんか自慢されてる。いいな。全然会ってないな最近。連絡は取るけどね、なかなか難しいねタイミングって。続いて、公演500回おめでとう。久しぶりに劇場で頼りは翼だけだのソロを聴けて感動したよ。ありがとう。あのね、いつもあの時に聞こえるコールがすごい嬉しいです。ありがとう、大きなコールしてくれて。この秋したいこと、うん、なんか読書の秋にしたいなと思ったけど、意外とリハが忙しくてできなさそうなので、とりあえずミスドのお芋シリーズを食べる結局食欲の秋かーいって感じなんですけど、お芋さんを食べる。あれもずっと食べてる。4年ぐらい連続で食べてる。でも5種類ぐらい出るねんけど、結局一番美味しいのは何もついてないプレーンが一番美味しくて、あれをちょっと電子レンジでチーンってして食べたらあったかくなってふわふわしっとりで美味しいのです。りょっちゃんとの手料理パーティーもね、そう、今度ちょご飯作りたいから食べにおいでって連絡は送っております。ツーショット写メ会、今回すわいですが、ちかこさん推しポーズありますか。名古屋行くのですが。なんか話してたよね、エビ。待って、でもツーショットの時ってさ、浴衣だから浴衣デートっぽい写真です。次、最近舌が超えてきた感じが伝わってきている。大人になったね。切ない、大人になるって。確かになんか大人の味覚が分かってきた気がする。確かになんか嬉しいような切ないようなっていう感情なんですけど、まあいいことだねこれは。はい、あ、素敵な罪悪感の衣装、めちゃくちゃ可愛かった。嬉しい。またインスタにも写真載せます。ファンを着た近く女王様にお仕置きされたい。お、結構怖めですがいいですか怖めとは劇場公演500回おめでとうって、ありがとう。札幌公演ではあんまり客前ではなかったけど、視界よくて近く見れたからよかったよって。本当に後ろの席までバッチリ見えているので、皆さん、あ、くしゃみ、出ませんでした。見えているので、どの席でもいっぱいサイリウム振って、おしめの名前呼んでください。
普段あんまり触れられないけど頭4曲後の曲紹介や締めの言葉毎回すごいなと思っています。ありがとう。あれね、最近でも元気に行こうと思ってこんばんはってすごい頑張っています。自分で言うのもなんですが、あの疲れを見させない元気なあの曲紹介掛け声をしていきたいと思いますので、それに負けないイエーっていう盛り上がりをよろしくお願いします。大きな拍手と。いつもチカが言ってる後ろでみんながっていう声が聞こえてくるから一緒に言っちゃいそうになんねん。あって言う、あ言いたい言いたいけどまだまだ自分は若いんだって言い聞かせて元気にやってます。500回のいちごタルト美味しかったけど誕生日は何すればいいでしょうか。いちごタルト、誕生日はタルト系、次じゃ違うタルトにしてください。最近タルトが好きだから。あ、札幌の夜公園、近くに近くクルーたくさんいたんだよ。俺が一番近くコール大きかったかっこはず。そう、札幌のね夜公園結構ね固まってたって偶然なのかな。あれは地下のファンの人がみんな密集してた。見つけやすかった。すごい、もちろん違うところにいる人もバッチリ見えてたからいいね。近くコールバッチリ聞こえてたよ。すごいよ本当に、みんな大きなコールしてくれるみんなってかっこいい。みんなの方がさめっちゃ肺活量ありそう。札幌の楽しい思い出、2日目はゆきちゃんと一緒に寝たです。昨日友達とバーベキューした。夏はあと少しで終わっちゃうね。でも秋も楽しみ。ちかちゃんはねえ、夏終わっちゃうね。日暮らし泣いてたかな今年。聞いてないぞ。いたのかな。セミもさいつの間にかいなくなってた。てか秋楽しみだよ。だってリクアワと周年コンサートがあるから。四季を感じれる日本はいいですね。今年の秋は短いけど。劇場公演500回おめでとうございます。一つのことを500回も続けるって本当に素晴らしいです。なんでこんなに嬉しいこと言ってくれるの、ありがとう。継続することが一番難しいからね。札幌で美味しいものいっぱい食べたよ。地下のインスタグラムを見てください。5年ぶりの北海道に連れて行ってくれてありがとう。5年ぶりか。こちらこそついてきてくれてありがとう。東北からの時手を挙げたのわしだけ？いや何人かいた気がするぞ。でもこの人は仙台出身の人から、あ仙台だねって思って見てた。何人かいた気がする。500回記念で大阪までキルフェボン買いに行ったよ。ほんまに？絶対大阪観光兼ねてのついでな気がするけど。ねえキルフェボンできてほしい本当に。ハーブスのケーキとキルフェボンのケーキをワンホールで食べるのが夢です。あ違う、一人でじゃないよ。あれをまるまる生で見てみんなでシェアして食べたい。食べるのが夢です。お見知りおきを。てかチカの好きなさあのベイクドチーズケーキハーブスのやつが今期間限定で出てて、春だ上にブルーベリーソースが乗ってるやつ食べちゃおっかな。あれなんか頑張った日の帰りに買っちゃおっかな。あ本当ですって。滞在時間1時間。ほんまにねえ本人食べてないって。キルフェモンのホールは10人くらいいないと無理だぞ。食べれる絶対に。
あ、仕事に戻るか、今何してるか教えてくださいな。今はインスタのストーリーの質問返しで全部答えれへんかったから、何個かずつていうか、ほぼというか全部読んでおります。え、キルベボンって2万ぐらいするんだ。でもそれで言ったらハーブスも1万円するかも。キルベボンの方が高いんだね。ごちそうさまです、皆さん、ごちそうさまです。週末は何していますか？週末、土日、基本握手会、トーク会、公演、ライブ、リハかな。土日が休みなこと少ないかも。昔は特にそうだったよね。出かけること少ないかも、遠出とかは。人が多いからあんまり外出ないことが多い。あ、ワンホール一人で食べるならおごってあげるって。やった、絶対食べます、絶対食べます。もしくは誰か呼んで、あやかケーキあるけど食べるとかやっちゃうかもですけど、絶対食べます。キルフェモンのケーキ見ようと。いや、本当に近くワンホール食べれる気がするよ。何があるんだ。でも季節で違いそうだよね。え、結構重いの？昔なんかね、じいちゃんばあちゃんに大阪帰った時に大阪で買って初めて食べた気がする。テンション上がってます。シャイン、梨もいいね。マンゴーか。シャインマスカットがいいな。わ、イチジク、最近さ、イチジクの美味しさに気づいて、イチジクもいいね。かぼちゃのブリュレ、イチジクいいな。イチジクかシャインマスカットか。わ、イチゴも美味しそう。でもフルーツタルトもいいね。いろんな味変できそうだもん。名古屋からだとリアルに浜松店が近いのか。てかいくらするんだ。あ、2万って言ってた。こわねえ、イチジクの美味しさ分かったからもう大人だよね。はい、食べ物の話を終わります。続いて、今度地下のトーク会、初めての子と一緒に行くんだけど、めっちゃ楽しみにしてくれて嬉しい、嬉しい、初めまして、待ってます、おいで遊びに。みんなの好きなケーキを教えてください。みんなの好きなケーキを、なんかメンバーのさ好きなケーキ聞くねんけど、いつも忘れちゃうんだ、いつも忘れちゃうんですけど。だからいつも自分がケーキ担当になったら基本自分が好きなのを選ぶけど、ちゃんと本当に苦手なものだけは覚えてる気がする。あ、ジェイソン・ステイサム最新作のメグ2見た？サメのやつだよね。1は見て、2見てない。映画館行けてなくて。ジェイソン・ステイサムかっこいいよね。スパイスピのあのキャラも好き。最近娘ちゃんたちがプリキュアにハマっています。近くはプリキュア通った？通ったよ。ブラックホワイトかな。ブラックホワイトですの時です。あ、昨日モバメアプリのメールがいつも届かへんかったって。あ、でもコメントであったかも。なんか最近アプリの方不調だよね。なんかアプリじゃない方がいい説だけど、アプリの方がさ SK メールしか来へんから、見やすいっちゃ見やすいのか。でもさっき届いてたみたいでね、お昼過ぎに全部届いてみたいでよかった。続いて、公園でボードとかうちは可愛いって言ってくれるの嬉しい。いつかチーム S の作りたい、嬉しい。
本当に可愛い、みんなが作ってくれるうちわ。なんか最近めっちゃ 見つけやすいかも。名前がドーンってある方がね、見つけやすいです、ステージから。公演当たらないし会いに行けてないから生きるモチベが下降気味、公演招待してください。こら、今 SNS で元気もらえるでしょ。やっぱり直接会うに勝るものはないけど、直接会った時に多分ドキドキして緊張しちゃうと思うから、とりあえずまず SNS で準備をして、よし、あうぞ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 って気持ちを高めて、ピークでお会いしましょう。加工する暇ないよ。公演当たれ。公演は難しい、もうよくわかんないもん。公演は運運なので、投げ続けることに意味がある。あ、お誕生日なのでお祝いしてもらえますかって言ってきた。おめでとう、毎日お誕生日。久しぶりに会いたいなって、早く会いに来てください。愛牧公園で一番好きな曲は何ですか。ちなみに自分は青春グローイングかな。青春グローイング人気だよね。面白いよね、ダンスの構成が。人間回転寿司が面白いんだよね。難しい、一番好きな曲、翼かな、やっぱり。でも歌っててしみじみ最近いい曲だなって思ったのはマイドリームで、ユニットは流星ももちろん好きやねんけど、最近こう聞いてて改めて、そしたら嵐からの隠れ場所めちゃいい曲やんって。たとえなんか世界が敵になっても私は味方でいるよって、めちゃいい曲やんってなって聞いてた、個人的に。っていうのを聞いてほしかったんだ。あーでもジャックも人気だね。イントロでテンション上がりそう、みんな。ジャックでもね、しんどいんだよねこれってなる。でもサーフも好き、まあ、結局全部好きなんですけど。あ、勇気を持って久々にチカちゃんの連に行こうか迷っています。背中押してください。絶対押し方間違ってる人。おいでよ、来てくれないの。あ、そしたら次、今週末のどっか行きます、よろしくお願いしますこんなよろしく押すみたいな。こちらこそよろしくお願いします。年々可愛くなっていくねって、嬉しい。あ、おお、寝落ちしてショールーム見れなかったって。今日は見れてるかな、見てると信じて。 S 公演初の最前、青春グローイングの目の前での煽り、目の前での振りの煽りにビビりました。下手なりに頑張りました。来るかな、ありがとう。照れちゃうよね。しか最前あんまみんなに座ってほしくないんだよね。なんかよそ見しそうだし、なんかね、だってさ、目の前に来られたらもう思考回路停止しそうじゃん。なりそう。あ、やっぱグローイングも人気だね。なんかグローイングは個人的にワンピースの主題歌っぽくて好きで、初めて聞いた時に、ワンピースっぽ、昔のワンピースの曲の雰囲気に似てて、これ伝わるかな。本当にみんな最善で寄せ見しちゃダメだよ、本当に。でもね、目の前にメンバーが来たら目合わせてくれるのは嬉しいから。だってさ、目の前にこう人いるのにさ、その人が多分推しメンこうやってずっと見られてたら悲しくなる。あ、見てるのに合わないってなっちゃうから、そこは優しいけど、
でも一番は誰ですか？癒せてる感。チカチ。本当ですよ、もちろんですよ。リーダーです。自信ジェン、あのジェントルマンなみんなでチカゴクルーでいてください。はい、いい子たちです。続いて、札幌のお土産話ありがとね、僕も行った気分になりました、聞いてくれてありがとう。ただただ地下の自慢話みたいになっちゃったと思うけど、あのお金では買えない土産話をいっぱい話しました。またいつか会いに行きます、その時はお互い元気でいっぱい話できますように、早く会いに来てね。モーニングルーティーン、え、朝起きてすぐ一回カーテン開けるかも、一回カーテン開けてすぐ歯磨きで一回なんかニュースというか報道番組系をつけて携帯触って、昔はこのタイミングでコーヒー飲んでたことが多かったけど、あんまり最近なくなったかな。遅刻不足だよって、あ違ったジッパー不足だった、まあどっちもどっちということでね、会いたい、チコも待っててください、写真も。食べてますか？今日パスタ食べましたセイコーマート行きましたか？あ、やった、見た見た、行きました、北海道しかないお店だよね、見ました。そろそろエスコアにお邪魔したいですね、おいで。今週末会えるのが今の楽しみです、嬉しい、チコもワクワクしてきた、もうずっとしてるけど、また今週末もあるし来週末もあるので待ってます。あ、そろそろ通常のエスコアに入りたい、初日と生誕3回と最終公演1回しか入れてへんねんて、あら待ってる、通常公演も。 S はね1月2月3月が誕生日ピークなので生誕祭かな、なので、えセイコーマートって関東にもあるんだ、わお。最近サキポンと会ってますかって、会ってないかも、お土産渡した、北海道の、会ってない気がするな、連絡は取ってるけど会ってません、会いたいです。アンダーメンバーでハラちゃん初めてだね、あそう20日に初めてスコアに出てくれます、よろしくお願いします。みんな今年の夏は講師ともに充実されていらっしゃった、一番の思い出は何かな、同期のみんなとバーベキュー行ったこと、乾杯して美味しいもの食べていっぱい笑って、でその前に偶然お祭りやってて、お祭りに行ってチョコバナナ食べて、そしたら湿度が高くてバナナがもう多分チョコレートがちょっとトゲ気味で、こう一口食べたらさ、なんか違う、食べ方下手くそなのか分からないけど、こう刺さってるじゃんバナナが、うんって食べたらストンって落ちてきて、あーってなって、そしたらナオがウエットティッシュ持っててフキフキしました。でも洋服は汚れなかったです、その日はバーベキューするって分かってたから黒の T シャツを着た。いいでしょう、そうなんです、ユニットシャッフルしてほしいってチームエステ、ね、ちょっとでもまあそれはお楽しみですね、ノーコメントで。ちょっと待ってくださいね、9月5日は誰の誕生日でしょうかって、桃から生まれた子かなでも明日はカノの誕生日だし、誕生日を覚えている私が珍しい。
夕飯のメニュー考えてください。夕飯のメニューは近く今日明太子パスタ食べたから明太子パスタじゃない。この夏一番美味しかったかき氷、ちかのインスタに上げてたピスタチオのかき氷かな。意外と全然食べてないけどな、かき氷。今年は美味しかったし、あとなんかめっちゃ暑かった日に食べたシャリシャリのかき氷美味しかったな。ふわふわじゃなくて本当に300円とかの400円とかのかき氷が美味しかった。トウモロコシ好き。お、これで全部答えたはず。はずです。みんないっぱい送ってくれてありがとうございます。ちょっと全部には返せなかったけど、またやるので。送ってください。ありがとう、こちらこそ。全部答えるのマジで偉いぞ。よし。褒めて伸びる。ありがとう、送ってくれて。確かにいいね。全部答えきれないから、こうやって配信の時とかに答えていくと思うので、よろしくお願いします。1時間もしたの配信、早くない？怖っ。久しぶりに1時間した。早っ。ありがとう、見に来てくれて。みんなの時間を、あ、しかも今めっちゃ足しびれ消えてるから、ちょっと待ってね、まだ終われない。さっき質問したのに答えてくれてありがとう。全然だよ、逆にやってくれてありがとうだし、賢い。今しびれ消えています。そう、今日は朝がね、久しぶりに遅かったからね、夜答えたの。ちゃんと質問届いてるよ、ありがとうね、送ってくれて。またしまする。基本ね、質問返しさ、よく755でやっちゃうから、だからみんな755用の質問とインスタの時の質問で分けてください。多分755ユーザーはめっちゃコアな人が多いと思うので、755こそ自由奔放だよね。だって今日もさ、マルセイバターサンドのことについて聞いちゃうあたり、そしたらみんな真剣に答えてくれて、なんか、あ、言わなきゃと思って、あ、ちなみにマルセイバターサンドねって送ったら、それなんかーいってなったよね。あ、コアっていうの？コアの意味分かってない。755だってめっちゃ昔のやつじゃん、やってる人少なそうだもん。そう、最初からマルセイバターサンドって言えばいいのに、なんかみんなをめちゃくちゃ考えさせちゃって、この時期だから食中毒もあるし気をつけてねって言われて、いやーこれマルセイバターサンドなんだよなーって思いながら、でもコメントを見たら真剣に考えてくれてたので言っちゃった。真剣に感じて、あの、考えてくれてありがとうな。ちなみに今日もね、1個食べた。じゃあ今日の配信は終わりたいと思うので、あんがち。9月16日17日のトーク会受付締め切りは8日までなので、みんな待ってるよ。遊びに来てください。ぜひ今日気になった人、今日のスクショタイムしようと。地下のショールームの時の好きな手、頭支え、こう肘を置いてね、はい、チーズ。
すっぽい。ラブカンカンカン。ということで、みんな1時間の長時間の配信見に来てくれてどうもありがとう。明日は週のど真ん中、頑張ろうね。明日の天気悪くなるみたいなので気をつけるんだよ、みんな足元に。じゃあね、おやすみ。